コロナ禍で迎える2年目の夏。こちらの大型家電量販店ではテレビに、そして掃除機、そしてエアコンとたくさんの商品が並び、心が躍ります。このボーナスの時期、どのような家電が売れるのでしょうか。去年は定額給付金の影響もあり、白物家電が飛ぶように売れた家電量販店。果たして今年の売れ行きは。コロナ禍で2年目となる夏のボーナス商戦、東京オリンピックが巣ごもり消費に拍車をかけそうです。7月にはオリンピックが開催予定で、コロナのワクチン接種が終わっていない方が多い中、お家でテレビを見て過ごすという方が非常に多くなっております。100万ボルト金沢本店によりますと、今年はいつもより大きめのテレビが売れているといいます。さらに白物家電といえば冷蔵庫、こちらも巣ごもりが続いていることから、ボーナス前から売れ行きが好調です。コロナ禍で買いだめをするお客様が非常に増えておりまして、大容量の冷蔵庫をお求めになる方が非常に多くなっております。だいたい1週間分ぐらいを買いだめする方が多いと聞いております。店ではボーナス商戦に合わせたこんな企画も。壊れていない商品であれば最大3万円引きというふうになっております。また例年気温の上昇とともに売り上げがアップするエアコン、今年は別の事情で品薄が心配されています。半導体不足で商品のものが入ってこないということもありますので、ぜひ早めのご購入をお考えくださいませ。世界的な半導体不足がエアコンにまで影響を及ぼしているようです。新型コロナの感染が収まらないまま迎える2年目の夏、ボーナスが減ったこともあり、本当に必要なものだけに消費が集中しそうです。